頃、君は僕だけの人形だって、何でも僕の言う通りにするって。そうじゃないと君の母親もここにいられなくなるんだ。でも安心して、僕の言うことさえ聞けば絶対そうさせないから。わかったね、サテラ。お母さん、私たち他のところで暮らしちゃダメなの？どうしてそんなこと言うの？だってルイスが私に変なことするから。誰もいないところであっちこっち触るの。ルイスはあなたの弟でしょ？仲良くなろうとしてるだけじゃないの？違うよ、お母さん。ルイスはそんなんじゃ。少しくらいは我慢しなさい。ここを出て行って、私にもしものことがあればあなたは一人になってしまうのよ。あなたまで母さんを苦しめないで、お願いよ。サテラ、サテラ、いい子だ。いつも君の肌はすべすべだね。シルクでできてるみたいだ。ここを追い出されたいのかい？いや、触らないで。触れられるのは嫌。あなたたち何を？ヴァイオレット姉さん。違うんだ。僕はただサテラ姉さんと遊んでただけなんだ。遊んでただけなんだ。サテラ、あなたに罪のないことは分かっています。でも当分この家から離れていた方があなたのためにもいいと思うの。サテライザーさん、今連絡があって、あなたのお母様が。お母さん！エルブリジット家の言う通りに何でも我慢してるから、これからもずっとそうするから。だから死なないで。死んじゃいや、お母さん。サテラ、もう嫌なことを我慢する必要はなくなるわ。母さん、これからは誰よりも強く、誰にも屈することなく堂々と生き抜きなさい。負けないで、サテラ。もう誰にも負けないで。強く、強く。先生を呼んで。先生、そっちを。早く急いで。止まっている。編入生だけじゃなく、そいつまで光の翼ですって。ふざけないでよ。クレオ、あんなの見たことある？アレット、気をつけろ。うわスタートダブルアクセル。アレット、どこを見てるでありますか？クレオ、気を確かに持った方がいいですよ、先輩。たった今から本気で行くでありません。ありえない。サ
テライザーがあのアーネットと対等に。この目、こいつまさか無意識で。どうせ見よう見まねのダブルアクセル、私の方が後ろ。正面からこいつの方が速いってこと。まさかこれはトリプルアクセル。私のアクセルを完全に超えた。アーネットが負けただと。そんな面食らった顔をしなくてもいいであります。あなたも負けるでありますから。調子に乗るな。今度は情けはかけん。その技は先ほど拝見したではありませんか。4人正門解放はモロ刃の剣、土壇場での分身はさすがに無理がありました。しかし何の修練もなしであそこまで正門を解放できるとは、なんて女でありましょう。無理しない方がいいであります。 あいつらはもう限界を超えている。こうなった以上、私が。余計な手出しは無用だ、アーティア。やっと面白くなってきたんだから、抜け駆けはなしだよ。奴らは序列などという理屈ではなく、徹底的に決着をつけねばならん相手だ。呆れるほどしぶといでありますね、先輩方。おやめなさい。シボン、生徒会長。どんな事情があろうとも、パンドラ同士の死闘を禁ずる。拘束を知らないとは言わせませんよ。拘束でも罰則でも、まともな話をしようってんなら、とりあえずこいつらをめちゃくちゃにしたあと聞くわよ。ダメです。ティシーフェニール。会長の言う通りです。行動を慎んでください。邪魔するならあんたも一緒で。ダメだと言ったでしょ。いつの間に動く気配すら感じなかった。アーネットを一撃で。これが学年1位シフォンフェアチャイルドのイリュージョンターンか。あなた方もまだ続ける気ですか。わかったわ。君を救護室までお願いね。あ、はい会長さん。和也君は私が解放するであります。ではあなたにお任せしましょう。大変感謝であります。それで和也君は。和也君は私が連れていくであります。和也は私のパートナーだ。おくつろぎのところ、お邪魔して申し訳ありません。シフォンフェアチャイルド、接触禁止の女王についてでしたら引く気は一切ありません。もう3年の4位までが彼女に倒されることになってましてよ。結果、3年としての威厳がより損なわれただけでしょう。サテライザーさんは2年でありながら3年4位を上回る実力の持ち主。まずそこを認めてから従わせる方法を考えるべきじゃなくて。力に頼った方法論は彼女に適した策ではありませんわ。私はそれが言いたかっただけですので。シスターマーガレットがおっしゃってました。この平穏な日々はもう長くは続かないかもしれないと。
し込むわ。サテライザーさん、あなたも出るのでありますか。さらし者みたいな真似、勝敗を決めるのよ。私には無理。次回パンドラクイーン。